鳥居高知座神社は、高知県宿毛市平田町湖内にある神社。式内社で、旧社格は合社。祭人は次の御柱。延長5年成立の演技式新名帳では、高知座神社とのみ記され、祭人を明らかとしない。この、高知は、現在の高知市域の地名とは関係のない古代なで、文献上では、高知、高持とも見える。その由来はつまびらかでないが、 土佐国式社校では、高知と高市の凹凸を指摘する。なお、土佐国式社校では、主催神の神体を聖国玉石とし、愛、との左神の神体を青いし、愛との右神の神体を木造とする。創建は不詳。付近では、高知県で代表的古墳の一つである、平田蘇我山古墳の築造が知られ、同古墳と当社を、旗国像の墳墓。 最祀地と想定する説が挙げられている。仙台旧児本に、国造本にでは、第十代主人天皇の時に、天官がさね命が、旗国造に定められたと見え、創建をこのごろとする説もあるがつまびらかではない。境内地では、最祀遺跡の存在が知られ、平安時代の弾き末期亀が出土しているほか、縄文時代板期の打製石符も見つかっている。 延長5年成立の演技式新名町では、土佐国旗軍に高地座神社と記載され、式内社に列している。和名称に見える地名のうちでは、現鎮座地は旗軍舞多号に否定される。中世紀には、元旧2年に社殿修理のことがあったほか、長福寺が別当寺であった。南露支書院の応援6年の和に口名では、高地の大名人と見えるほか、 道書書院の天文十三年の胸札には、高持社大明神富江、土佐一条氏四大当主の一条、某はじめが、その造営を実施している。天正十七年の山田郷内平田村地検庁では、高持社富江、十一代四歩の宮床と、宝毎舞殿、横殿の存在が記される。江戸時代には、すくもどいの土佐藩家老の山内氏から数計を受け、 明和5年には七代山内氏厚氏によって、現在の本殿が再建された。明治維新後、近代社格制度において後舎に列している。本殿大屋本殿は、江戸時代の明和5年のスクモドイカルを七代山内氏厚氏及び、着難の私役の再建による。三権者流れ作りで、屋根は、武器。内部は、内陣、外陣に分かれる。造尾、カエルマタ。 て今日など一部には、江戸時代初期の再建時の彫刻を残す。高知県指定保護有形文化財に指定され、現在は大井屋内に鎮座する。社前の一位菓子は、高知座神社の社窓において、最大の木で、樹高は29.0メートルを測り、推定樹齢は400年とされる。宿市指定天然記念物に指定されている。左具右具。ありがとうございます。